はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はですね、はい、ゾンビテリーライバルズの方やっていきたいと思います。はい、ゾンビテリーということで、新環境はだいたい魔王デッキもしくは英雄、冒険者デッキが強い環境となってしまっておりますが、そんな中魔王でもない冒険者でもないゾンビテリーやっていきたいと思います。そうですね、ソードイトっていう7コストの守護持ち、違う、仁王立ち持ちが追加されて、こいつ召喚時と死亡時に体力を3ずつ回復してくれるんで、合計6回復してくれるんですね。ファントムシャドウと同じくレオコーンにつなげるのにかなりいいんじゃないかなということで、今回はやっていきたいと思います。それじゃあ行きましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さてやっていきましょう。お相手さんはジェシカさん。ジェシカさんは魔王より冒険者って感じがするね。高校行きました。レオコーンさんも置いといていいような気がする。ぶっちゃけね、このデッキヒーローいらないかもしれないんで一応返しましたけど、今気づきましたね、これシーゴリムヒーローいないと体力プラス2と仁王立ち発動しないよね。ちょっとバカしたかもしれない、皆殺し。まあいいでしょう。お相手さんにでかいフォロワーが並んで、こっちにフォロワーがいない時用で持ってきてるんですけども、お相手さんは勇者8、一応ムーンフェイス入れているので、よければお相手さんずっと結婚できないままった可能性もありますが、エイトの場合は私のリーダーにダメージはあまり食らいたくないので、ちょっと毒毒ゾンビにやってくれると嬉しいな。オッケー、毒毒ゾンビが代わりにダメージを受けてくれたので、まあいいんじゃないでしょうか。一応ね、地獄のサーベル、こいつをワカメみたいなあいつで持ってこれるようにと思って1コスト、もう1コストであいつも入れてるんですけど、もう1枚引いちゃったので、これは出番なさそうな気もしますな。シーゴーレムを取ってきてくれると、ブラッドレディ、僕が高校だから1ダメージかな。 OK、 ただ魔法陣されてるのでやってやるぜ、めんどくさいんですよ。ロトの宇宙飛行の、まあ悪くない。ロトの宇宙飛行の戦うで取りましょう。でエビルスピリッツを、置いておくことによって、次体力4までのフォロワーだったら取ることができると。どうでしょうかね、次はほぼほぼ確定でヘルオーディンなんですが、手札が薄いな。皆殺しは敵味方ランダムなので、最悪自分のフォロワーを殺してしまう可能性がある。メラミガンガン僕の体力削ってくる。おっと、動きはなしか。ガストはまああとでいいや。一応これで仁王立ちも張りつつといった感じで、お相手さんがまだなんていうんですかね、ユニットをほとんど出してないので、どういうデッキかっていうのがいまいちわかりませんが、メラゾーマー、ガストがね、最初の方に使っていることができればよかったんですが、全除去か。そろそろムーンフェイス行きたい。そろそろムーンフェイス引けば、結婚させないってことができるんですが、どうでしょうか。一応パワフルバッジ系は来てくれてるので問題ないんですけど、プチマージ。ヒーローレベルが2なのでね、本当にあれが欲しい。ムーンフェイス。マジでムーンフェイス。来ねえ。ガスト2体だったらもうガスト置いておきましょうか。レオコーンが出た時、体力10で出ることができますね。出すことができますね。こいつ強いぞ。テンションスキルを使ってもうプチマージを取っておきます。魔法陣、地形マスにモンスターを残しておくことはできない。次、そうですね、王女救出プラス5コストの地獄のサーベル装備でもいいかもしれない。さて、いかがなものか。魔獣通信、こいつがめんどくせんだ。魔法陣
魔法陣が本当にめんどくせえんだ。スライム呼び、縦一列泣きますすべてに。うん、大量に展開してきた。これはどうしたらいいんですかね。貫通ガストがゾンビタイプだったらな、ガストがゾンビだったら貫通でね、最大3体取れたんですけども、これソードイトでもいいな。王女救出で少しでも除去しておきましょうか。ソードイトで体力回復するっていうのも一つの手だったんですけど、とにかく除去でいきましょう。お相手さんは、魔法陣マスに展開してから、フォロワーじゃねえね、ユニットを除去ってしたいと思うので、一応全除去は確定というかできた。悪くないですよ、動き的に。レオコーン次出して、団子スライム。お腹が空いてきたぜ。美味しそうな団子じゃねえか。こいつ団子じゃねえ、スライムだ。2枚引いて2枚捨てるだったと思うので、ルッカーナン、メラ、ほう、何を持ってきたんだろうか。スライム呼び。あー、今回はそっちか。やばい、結婚される。やばい、結婚される。ちょっと待ってくれ。結婚まだしないでほしいんですが。マジで、グレンの下級僕のリーダーに。いや、ちょっとまずい。ちょっとまずいです。ちょっとまずいですよ。これちょっとまずいですよ。オッケー。まあ悪くない、悪くない。ここからレオコーン。レオコーンで魔法陣マスにいる2人だけ除去しておきましょう。地獄のサーベルの使い方がちょっとゴージャスというかもったいないですが。体力が15以下になりますので、お相手さんは8コストで使うのかな、これ。使ったターンはテンションマックスにならないんで、結婚したか。さてどうしたものか。体力の回復が必須なのでソードイトは確定だな。地獄のサーベル、まあ悪くない。ソードイト王女救出、これで4点ダメージと5点ダメージ相手のリーダーへ。体力回復して17。まあ悪くはないんですけど、ソードイト2枚目が欲しいくらいかな。バイキングソウルは基本的には相手のユニット除去用なので、そうですね、ただの4コスト攻撃力2の疾走速攻持ちなので、テンションスキル必殺技でなんだろう、僕に無理やりダメージ与えてくるやつってないよね。先行劣化剣みたいな、そういうやつないはずだ。ドラクエ8のフィールド BGM すげえ懐かしい。ちょっと懐かしすぎるな。なんじゃこれ。空人類、ただソードイートは生き残ってる。魔術師神そうですね。魔術師、呪術師も神そうですよ。これは王女救出しておきましょう。で、ちょっと、まあ、魔法陣マスが3つになるんですが、まあ、ユニット置かれてないからまだよしとしましょう。で、バイキングソウルと、武器カード。ウォールを張るっていうのも一つの手だったんですけど、まあ、17あれば耐えると思います。OK? お相手さんの残り体力3。竜王一戦が次使えるので、体力7までの守護、仁王立ちだったら取れるぞ。プチマージ。こいつは死亡時なので、まあ、ただのユニット置いてる感じだよな。ただのユニット置いてる感じってどういうこと？耐えれるか。グレンの火球を僕のリーダーに撃たれたとしても、いや、お相手さん、ここで僕を倒せないんだったら、除去に回るしかない。ただ、除去しつつ、ウォールもしくは仁王立ちを張らないと、竜王一戦と皆殺しがあるので、嫌な予感がする。こんにちは、調子はどう？待ってくれ。メラガイア9ダメージ、残り体力 5?
メラとメラミとかで終わる。そろそろ決めないとね。いやー、ちょっと、ま、嘘だろ。メラ一枚捨てたよね。負けるか。負けーか。あかっ。びっくりさすなもう負けたと思ったわあーギリギリです。はいもうゾンビテリー無理なのかな。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。